いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。境取りで？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大鷹どもの企みのせいだろう。わたつみ様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い風。風！ 風！ 馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。入れ口はどこだ。よし、うまくいった。境取りでは遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして風。見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。またウグイスがおった。後を追おう。俺が乗った船だ。風、どこへ行ってしまった。対馬の船長だ。水死したか。また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。お主の無念必ず。風、どうした。死んだわけがない。蹄の跡があるはずだ。この蹄は風のものだ。どこへ行ってしまった。倒れたか転げたか、無事であろうな。そこもと静かに。聞かれますよ。大鷹族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして、運よく事なきを得ただけなんです。その馬、どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。音、近いぞ。風、今向かう。なんだ。風、よくやった。いい子だ。風、ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。お前がいてよかった。襲われておる。急ぎ向かうぞ。今ので最後。二度も命を救われました。礼はよい。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。あそこには二度と戻りたくない。安らかに眠れ。堺砦、あの時のままだ。だがもうこの手に落ちたか。Samurai burgedet tosha.島に送った石膏を全て切ったぞ。コトゥンハーンは死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。下れ、命までは取らんぞ。苦しかったのう。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。何を飲ませた？家電の霊薬。そう力むでない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ、己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ちゃんと聞くと思ったの。そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？太田家族の蝶に飲まされたようだ。毒を。あいつらが戻る前にクスシを探そう。太刀はどこへやった？近くを探してみなよ。太田家と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。さて行くぞ。こっち。幾年も過ぎたが堺砦は無事であった。ここのこと？父が建てた。はは、そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね。どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、堺家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門を開けるよ。他の侍はいつ着きそう。他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの。いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた。時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。おのれ、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が船頭を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。ジン、父をなくし魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれん。かよわい。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。あやつはもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が怪我されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを、父上。してやられた。全て賊どもの計略。我が兵が討たれる。父上、ジン、走れ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが衆生のためだ。父上、生きてるか。男は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ？答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。梅雨の森の戦はどちらが勝った？戦の前、10日以上雨が降って大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ？大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える？消えねえ。おそらくは。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる？一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。大鷹を退けよう。侍が賊を助けるって？大鷹を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。大鷹族から息を守らねば。幾とせも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば、幻影は膨らむ一方、己一人で父の死と向き合えるのか。知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか。何故そうせく。何を求めるのだ。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。息の百姓、まるで下人だ。声が聞こえるだろう。見つかった。見つかった。まずい。マルチェラ。シュッテルハバスニュスティルソン。нөгөө самурай чинь номсом тай байна. Ой, өнөөхийг чи хардаа. Мицкатта.あいつを止めろ。よせ、こっちに来るな。おい、ハルボ、ハルチェラ。見つかった。見つかった。And buses, or careful not in sight. Don't stop! Here! 見つかった。おい、うどんきくちゃはんだ。あっちに来ちゃった。来い、風。旅の途中なのか。見つかった。見つかった。いい子だ、風。あいつの候補に下るって言って探しに行けろ。風どうすりゃいいかな。槍川の陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らないやつだろ。構わん。クワをくれ。好きにしな。ライセレは幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか？うん、さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家。かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人手は多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。堺の襲来だと？あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。手向かったがいい連中が大勢死んじまった。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。この先に隠れ道があるんだ。猛虎、道が見つかった。あんたのお手並み拝見。ふぬけばかりか。どうしよう。quick! Huh? Yeah, do it. Ikson慣れしてる。道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら、入り口を塞いで、そいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人を殺したのであろうな。息に渡った父の老頭。猫身を襲われ、喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ！ジン、どうした？いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。渡れねえ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。俺にも一つくれ。これはな、贈り物なのだ。亡き友からの。悪いこと聞いた。まあ気にすんな。他を探せ。お主も登ってこい。鮮やか。もう子供、俺たちの船を狙ってる。友人か？友人とは呼ばないが仲間だ。隠れ家。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。深とはどこであった？思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦か。ひどい飯だった。首は繋がったまま帰れたが、他の客は全滅だ。間もなくだ。こやつは罪人の巣へと引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くな。あんたは黙ってりゃいい。心しろ。天蔵、戻ったのか。そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。不可に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫児だら、縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。この者ら、こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい？俺の着物を裂いて布にすればいい。陣、行くぞ。フカが待ってる。お主の家か？貸してやってる。はあ、フカだ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも、ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら、とうに取っておる。陣、お前は黙ってろ。この侍の弁明、楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。なんとか言え。助けになるか、または猛虎の槍に疲れるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前、船に酔うか？次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい。陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。不可、恩に着る。足をすくわれないようにしな。風、さあ。天蔵は崖だよ。大事な話をしてる。かけろ、山本だな。嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め、船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。返り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたいなあ。お侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。ある海賊の幻に苦しんでおる。舌が回り、腐った貝のような息を吐くのだ。そして物欲しげに俺の太刀を見る。笑える、侍にしては。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。もうこに生き流の挨拶をしてやろう。かかれ、あっちを抜け。急げ、気づかれてしまうぞ。手を貸せ。火星を。浜を奪ったぞ。船に乗れ。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ。桜野、どこかに身を隠せ。下がれ。ならん。俺が兵器を破壊してこよう。こっぱにされるだけだぞ。行ってこい。侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかのう。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが衆生のためだ。黙れ。憎む者どもに手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。叩き落としてやれ。役を探すのだ。ぐずぐずするな。ほら行け、急げ。多く相手に一生報いてやったぞ。次は息を取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。フカも喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、酒井仁。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共打ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した蒙古兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑かそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が昔な、原のこと死んじまって、フカと一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛手。手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。ぬかるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。試合場が待ってるぞ。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ね。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表して、お前をこう呼ぼう。一刀と。いいか。参加する奴らは皆、それぞれ型が違う。強みも、弱みもな。さあ、早く選べ。皆、待ちわびてるぞ。鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一頭と貝の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ。一頭対するは荒くれの海賊貝。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。やめ。双方下がれ。貝に1点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。分かれ。後ろへ。貝に1点。始め。やめ。双方下がれ。貝に1点。始め。待て。離れろ。貝に1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。勝ったのは海。よかったな、死なずに済んで。さあ、また勝負するか。もう怖いか。始め。分かれ。後ろへ。貝に1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。待て。離れろ。一頭に1点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。分かれ。後ろへ。貝に1点。始め。勝ったのは一頭、はあ、運が良かったな。お願いがあるんだよ。戦いの中にこそ安らぎがある。通ってきたらしい。あの道通れるのか。潰されたと思う。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で壱岐の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし壱岐が落ちれば次は対馬だ。よくわかった、槍川の陣。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った、企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまでいやおうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中にあたしらの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便にはすまんぞ。受けて立つだけさ。そして耳を切り鼻を削ぐ、しまいには唇まで。非情な男なのさ、黒手の陸ってのは。呪われてるんだ。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。うん、黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです、柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一ひらを己がしもべへと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、己が名をも顧みぬありさまでございました。むとせ前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、万の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾をのみ、陸の頭は皮を眠る地獄のありさま。それがゆえんでしょう。手下どもは狂乱した頭を毒で死そうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、マシラと共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船で。事切れる前に陸はマシラの鎧を壱岐のいずこかへ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても。かつて陸の下で働いたが手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。壱岐の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が今日を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ、陸には全てが見えておりますよ。あの男何者だ。まるで飢えたけだものだな。あのたち、戦いの中にこそ安らぎがある。かようなところに僧がいるとは。これも修行の一つだ。自坊が海賊に襲われた折、私は蜂で奴らを殺めてしまった。不殺生の戒を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一頭と王安の勝負、光栄の極み。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一頭。対するは赤い層王安。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。待て、離れろ。一頭に1点。始め。後ろへ王安に1点。始め。1頭に1点。始め。待て。離れろ。1頭に1点。始め。勝ったのは1頭。悟りに近づけた。お願いがあるんだよ。私に勝たせとくれ。子供が9人もいて、夫が病なんだ。帯が欲しい。これがなりわいでは油売りだよ。みんな死後だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を空かせて待ってるんだ。9人だと聞いたが気づかれたか。じゃあんたを潰すしかないね。一頭と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一頭。対するは死の秋人竹。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。竹に1点。始め。ダメ。双方下がれ。竹に1点。始め。藪から出てきたと思ったら一人で万平を3人も切ったんだ。ああ聞いたよ。蛇を見て逃げたって噂をな。また勝負したいの。始め。分かれ。後ろへ。一頭に1点。始め。待て。離れろ。一頭に1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。気概のほどを見せてもらったぞ。だがそれもここまでだ。あいつを見てるようだ。誰かに似ておるか。息子だ。もし生きていればあんたほどの年だ。身内を失う辛さはよくわかる。息では普通さ。息子と釣りをしてたら賊に襲われてな。なんとか釣り竿で懲らしめたが海は血の赤で染まってた。その色がとても綺麗でな。怒りと悔いをここで晴らしたいようだな。あんたも同じだろう。だが勝つのはどちらかだ。一頭とミサオの勝負。血の色を見せろ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一頭。対するは赤き漁師ミサオ。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。分かれ。後ろへ。ミサオに1点。始め。やめ。双方下がれ。ミサオに1点。始め。待て。離れろ。ミサオに1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。分かれ。後ろへ。ミサオに1点。始め。勝ったのはミサオ。息子とは大違いだったな。もう一度戦ってくれ。始め。待て。離れろ。ミサオに1点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に1点。始め。待て。離れろ。ミサオに1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。後ろへ。一頭に1点。始め。待て。離れろ。ミサオに1点。始め。やめ。双方下がれ。ミサオに1点。始め。勝ったのはミサオ。頭は家に小便をしたらしいぞ。もう一度戦ってくれ。始め。分かれ。後ろへ。ミサオに1点。始め。待て。離れろ。一頭に1点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に1点。始め。待て。離れろ。ミサオに1点。始め。分かれ。後ろへ。ミサオに1点。はじめ。待て。離れろ。ミサオに1点。はじめ。分かれ。後ろへ。一頭に1点。はじめ。勝ったのはミサオ。頭にはずっと従ってる。堺砦を出た時からもう一度戦ってくれ。始め。待て。離れろ。一頭に1点。始め。分かれ。後ろへ。一頭に1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。待て。離れろ。ミサオに1点。始め。分かれ。後ろへ。ミサオに1点。始め。やめ。双方下がれ。一頭に1点。始め。勝ったのは一頭。息子と戦ったかのようだ。これが終わったら東の岩場に来てくれ。そこで赤い染め物を売ってるんだ。剣の達人にふさわしい色さ。一頭、あっぱれだ。腕があるとは思ってたが、ミサオを倒すとは。不可が認めたのもうなずける。褒美を忘れるな。忘れちゃないさ。一頭、よくやったな。そして、息のクロードは般若の犬に目くばせをしたかと思真紅に身を包んでくれ。ああ、一刀、刀比べの達人よ。待ちわびたぞ。ああ、お主のことを覚えておる。赤い締め衣のミサオだ。お前に打ち負けた男さ。さあ、祝いとして一つ持って行ってくれ。血をまとった亡霊に間違われたりしてな。いい品は高くつく。また来てくれよ。仲良くやっていこうな。猛虎には負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気もさらさらないからな。気味が悪い、みんなに何してるか知ってんだよ。驚いたね。侍に助けられるなんてさ。お主港か。だったら何。伝承の鎧を探しておる。お主は陸の手下であったとか。し、やめな。聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になると陸の気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。陸が眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海、十分ではないが調べてみよう。鎧のことは忘れな。あんたのためだ。よし。死にに行くようなもんだよ。あ、どうすりゃいいかな。あの声が離れない。やだ。大事ないか。行善をご存知でしょうか。メシーの語り部です。名は知っておるが会ったことはない。語りが恐ろしく、あの声も人のものではありません。そして槍川の火の少量という伝承、途中で逃げ出してしまいましたが、どう終わるのでしょう。その語りは知らぬ。だが皆の望みとなるような伝承だろうな。行善にあった折に聞いてみるとしよう。よろしいのですか。困っている者は大勢いるのに。よし。槍川の火の少量はお聞きになりましたか。いやかけろ風。海が光っておる。陸はメシーだと聞いた。光をたどるほどならば見えたのか、または猿が助けたか。陸もここへ来たのか。この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。真っ暗だ。火をつけたいが火の矢が役に立つ。何者かの文だ。し。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を、そして猿神様の神力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。召しであろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。仲間が上を嘆いている。集え、猿ども、宴だ。集え、猿ども、宴だ。日輪に別れを告げてきたか。集え、猿ども、宴だ。日輪に別れを告げてきたか。猿神様、お導きを。さて、外へ出るか。こっちにいるぞ。その鎧、現にお似合いですな。在りし日の陸を見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に知らせてやる。証明して、この後陸の向こうにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。真力。たたりとなるか、頼りとなるか。人を守りたいなら、せめて鎧は整えなきゃね。大事にしな。渾身の出来だよ。必ず戻ってくるんだよ。猛虎の首で試し切りしてみるか。弓を強くするかい。